こんにちは。こんにちは。本日は雨です。雨。仕事終わりです。仕事終わり。ワークマンにお買い物行きたいと思います。よし、はい、ワークマンから秋冬の新作が出てるっていうことなので、ちょっとチェックしに行こうかなって思って、今ワークマンプラスの方に向かっています。あの、早く行かないとなくなっちゃう。そう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 、ねえ、そうなんだよ。さっきも話してたけど、靴がほら、そうなの、ね、結構早めになくなっていっちゃったりとか、うん、僕によっては本当もう寒くなってこれから冬って感じの時にはもうなくなっちゃうっていう時もあったりする時がある、うん、あるから、まあ、結構出てすぐじゃないけど、うん、もう発売されたら早めに買いに行くようにしてるよね、結構ね、うんうんうん、それがいい。そう、高シーズンの新作まだ見てないんだよね、あんまり、うんうん、安くて機能性高いから。そう、うん、本当だよね。短パンなんか本当キャンプとかああいう時なんか本当に大活躍するからね。そうなんだよね、寒い日なんか行くとさ、うん、で毎年だって冬乗り切るのにあの短パンじゃない。短パン、キャンプの時とか、キャンプ行く時はね、うん、あと釣り、そうそうそう、釣りの時もね、うん、車止めれるかな、ワークマン、ね、どうなんだろうね。ワークマン開いてるよね。開いてる、開いてる、開いてる、ありがとう。はい、着いたよ。ワークマンです。お買い物してきます。ワークマンお買い物してきました。また購入品の紹介動画撮ります。ということで、すっかり買い物してたら暗くなってしまいました。後ろがね、ちょっと真っ暗で見えないかもしれないんですけど、気に入ったのあったね。だけどね、よかったね。やっぱりほら、あの、何、秋冬物が出たばっかりのタイミングだったから、結構あったよね。サイズもいろいろあったし、ママなんかほらね、靴とかなんかほら、サイズがね、なくなっちゃうからね、よかったよね、あってね。みんなそれぞれ変えた？変えた変えた、うん、だからよかったです。ということで、お次はハードオフ&オフハウスに行こうと思います。とてとっとちょっと断捨離したものがあって、それを買い取りしていただくのにこれから行こうと思います。いつも断捨離したりとかするときは持ってくよね、うん、いいんだよ、もう持って行って即その場で査定で即現金でしょ。そうそうそう、一番楽な方法だよね。そう、うん、今回洋服とかはほとんどないというかないんだけど、ゆうた持ってきてる。あ、ゆうちゃん持ってきたのか、うん、持ってきてない。持ってきた、持ってきた、ね、あ、そっかそっか、ゆうた持ってきてる。そんな感じでね、今ちょっと向かいたいと思います。夜ご飯どうしようかな。ねえ、どうしようかね。どっかで食べて帰りましょうよ、カロリーオフのやつを。ね、こういうことやって動画を撮りに外に出るからね、やっぱり食事が外になることって多いよね。多いね、うん、多くなるよね。やっぱりこのままの流れで夜ご飯っていうこと多いもんね。多い多い、ね、多いね、うん、だからしょうがないというか、うん、うん、これもバッグ。はい、公式アンバサダーをやらせていただいております。ハードオフオフハウス来ました。行きたいと思います。堀裕太くんの洋服ママは鍋持ってました。現在買取待ち、買取査定していただいてるので、この間店内を見て回ってます。オフハウスとハードオフが一緒になってるので、洋服だったりとかキャンプ道具があったりとか家電が売ってたりとか、一生懸命なんか見てますこれいいな、この顔欲しい。なんか見てます。パソコンですね、これは。そう、誘惑があったらしいです。私あのゴムモート持ってた。どれ？あの上のやつ。なんで？海行くのに欲しくて買った。本当に？うん、2750円。うん、あそこスノーピークのあれとか。あ、本当だサウゼント500円になりました。お、いいですね。やりましたゆうたくんのお洋服1530円になりました。本当、やった、行きましょう、行きましょう、行きましょう。
はい、ということで買い取りしていただいて、はい、5000円ちょいぐらいになりましたかね。ああ、よかった。よかった。ご飯食べられる。今日のご飯代になった。行きましょうか。即現金嬉しい。嬉しい。行きましょう。行きましょう。車で移動してきました。後ろから、はい、どうもこんばんは。あのスーパー行ってお弁当買って帰るか、うん、なんかご飯食べて帰るかって感じです。そうだね。ただいまです。現在の時刻19時57分、まだか8時を迎えます。スーパー行ってお弁当買ってきました。最近ハマってる割引弁当を見つけてしまったので、またこれになります。なんかいろいろあったんですけど、私はねこれにしました。あとは彩りがよくいろいろ乗ってるお弁当とか、あとこれはお魚も食べれるし、あとおかずも入ってるとかっていう、これ 30% 引き 20% 引き、お得ですよね。だからゆうたくんはカレー食べるみたいです。とりあえず温めて晩ご飯にします。もうみんなお腹空きましたね。はい、あ、ちなみにお弁当にはあのカロリー表示されてるんですよね。だからこれを見ながら、まあ大体どれくらいかな、500から600ちょい、700いかないぐらいでみんな選んできてます。野菜を切ってます。野菜サラダ、サラダちょっといろいろ入れて、サラダ、はい、こんな感じで温めました。お弁当の他にもずくとサラダと、あとパパは体にいいということで納豆を食べます。いただきます。いただきます。美味しそう。今日はうちのお弁当にしました。割引弁当ね、うん、割引弁当、うん、ここ数ヶ月でさ、数ヶ月だよね、うん、割引弁当の楽しさを知ってからさ、うん、もうなんかそれが楽しみでしょうがないっていう。行きたくなる、スーパーに行きたくなるよね、夕方になると、うん、でもパパのこの食べてる弁当一番残ってた、うん、大量残ってた、ね、私のお弁当ラスト1個だった、うん、バナナの人気、これも人気、うん、これ一番不人気人気だけどいろいろ乗ってていいじゃん、うん、シューマイと肉団子と、うん、魚も食べれるし、うん、お弁当だと食べ過ぎなくていいね、うん、もうこの量はこの量みたいな感じ、うんうん、本当本当そうだよね、うん、なんかこれキノコ乗ってるご飯なんだ。うん、秋の味覚だから、うんうんうん、ああ秋、秋といえば、秋といえばゆずあんの、うーん、松茸、ドビンムシ食べたい、うん、食べたい、ドビンムシ食べたい。あ、ランチでもドビンムシってあんのかな、ね、なんだろうね、香りがね、うんうん、香り松茸、味しめじってさ、うん、味はしめじの方がいいらしいけどね、うん、そうだ、香り、うん、香りが抜群にいいんだよ、うん、松茸は。おこわとかどう？美味しい、美味しい、うん、あ、よかったね、うん、いい、いい、ママ好きだからさ、うん、美味しい、うん、パパはいいよ、大丈夫だよ、ね、ママの好きなものばっかりじゃん、うん、一口ちょっとずつで、うんうん、だから最後1個あったから、うん、ちょっと俺が勝手に選んじゃったんだけど、うん、もう分かるからさ、まあ、これあるよ、みたいな、うん、そう、ママこれ1個しかないよ、ママこれだよ、うんうん、絶対ママこれだよ、あの中で選ぶとしたら絶対好きだよね、うん、これが一番好きだよね、うん、多分、うん、好き、美味しかっただけど、うん、美味しかった、良かったです、良かった、うん、うん、それだ、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした。